エルの毛のないツルツルお肌、サワサワしたい。努力して可愛い自分になりたいなって思う。エルね、そういう子好き。一つ言わせてもらうんですけど、本当に危機感持った方がいいよ。そこで差がつきます。はぁ、これから毛穴を光でいじめてくるので残りはアーカイブで見ます。なんやろなぁ。何の治療だろう。マジで、800万回Lの配信で言ってる頃だけど、毛穴汚れはもうプロに頼むしかない。あ、脱毛の方か。そっちか。確かにそれはいじめだわ。かわいそう。お前の体を守るために、俺たちは生えてさ。それなのに、殺すなんてひどいよってね。毛穴愛護団体が黙ってない。エレエレは脱毛してるの？絶対もう知ってるやろ。脱毛デッキもう800回やったって。最初はね、お金もったいないって思ってたけど、もう、やるとね、クオリティオブライフ上がりまくり。エルの毛のないツルツルお肌、サワサワしたい。エル、こういう化け物とは到底無縁の VTuber だと思ってたんだけどな。最近エル、そういう目で見られること多いんだよな。エルもそちら側だったか。サワサワされちゃう。剥奪されました。あの日限定だったからね。格付けから来ました。ありがとう。どこにデート行く？まあ、エルはね、結構どこでもいいんだけど、どこでもいいっていう女が一番困るんだよね。めっちゃわかる。エルもどこでもいいって言われたら結構困るタイプなんだよね。だからご飯とかもどこでもいいって言われたら結構困るタイプで。何系統がいいのかくらいは言ってほしいよね。なんかお魚系がいいとか、お肉系がいいとか、麺とかがいいみたいな。まあ、エルは結構そのあたり大体決めてるかな、みたいな。エルもね、上京してきて長いから、このエリアだったらこのお店かなっていうのがね、大体わかるから、そのご飯系だったらこれで、お酒だけ飲みたいんだったらこっちのおしゃれな方かなみたいな感じで、結構提案とかはできるからね。もし自分自身がね、そんな優柔不断であんまり決められないタイプだよっていう方はね、エルがね、引っ張っていく。これは退屈させなさそうだね。そう。そうそうそう。でも、ちゃんと、ときめけられます。初デートのランチどこに行けばいい？それエルと？それとも、恋愛相談？エルはね、何がいいかな？初デートのランチ。パン食べ放題とかがいいな。男を見る目大丈夫そうですか？それはね、ないと思うよ、エル。男を見る目はない。典型的な、あの人やめときなよって周りに言われるけど、いやでも、エルから見たら完璧なんだよね。全然殺しとかやってるけど、エルには優しいから別にそれでいいかな、みたいな。なんならエル以外のこの世の女全員殺しちゃっていいよぐらいに思ってるから、全然、あれ彼氏殺し屋でもいいかなって。そんなんだからね、周りのアドバイスを聞き入れないから、だから見る目がないっていうか、悪い男の子に引っかかった時に脱却する術をね、持ち合わせていないかもしれん。助けてね、エルエルやめときなよって。ほな、吸うてよ。ケアパッケージだ。いいね。なんか色かわいい。ウキウキする。飽き性のエル、この新しいアップデートにずっと飽きずにウキウキし続けることができるのだろうか。なんか付き合って3ヶ月目くらいの気分。エーペックスめっちゃ楽しい。ねえ、次どこ行く？ねえ、原宿とか行ってみたい。声かわいい。ありがとう。でも実際会ったら多分ね、全然可愛くないって思うよ。そうなんだ。普段ってさ、どういう服とか着んの？アンクとか、シークレットハニーとか。めっちゃ地雷系のブランドじゃん。地雷系って言わないで。そういうね、可愛い服着るの好き。そういう可愛い服着て、それが似合うように努力して、可愛い自分になりたいなって思う。エルね、そういう子好き。あ、第三者出てきちゃった。イケカテヌシと、カワボナマヌシと、第三者エル出てきちゃった。自分のこと可愛いと思ってんだろ、どうせみたいなさ、言うじゃん。言うじゃん。偏見。言うでしょ。でも、その、自分可愛いと思ってんだろって言われるまでに至るまでの努力を考えたら、もう愛おしいんだよね。あん、別に自分のこと可愛いと思ってますよ。だってそれまでいっぱい努力したもん。みたいな。全然2位まで待っても。あ、すいません。今、ボイチャー入れました。あ、全然2位まで待ってもいいです。結構厳しいんで、全然2位まで待ってもいいです。で、そこは、ドアロックできてるんで、後ろの、ドアロックできない方のドアを見ましょう。一旦は、背中で、守れるんで、空いてる方のドアを見てもらって、2位になるまで、待機するって感じで。
多分戦ってくれると思うんで。あ、でもそう、そう、ちょっかい出すとね、来ちゃうんでね、そう。いや、でもうまいです。マジで。マジでうまいです。めっちゃいいっすね、そのジャンプパッド。そこでね、あの、ジャンプパッドの判断、冷静にできるのマジででかいです。ニック会は、奥さんのね、能力でできるんで、先にシールドの方巻いてもらって、そうですね、グレを持ちましょう。いやー、上いいっす。上いいっすね、マジで。マジで一取り完璧です。あと2部隊ですね。あ、相手2人ダウンしてるんで、あ、めっちゃいいです、その爪。その爪めっちゃいいですね。あ、でも相手、赤シールドっすね。いや、頑張れ頑張れ。相手ね、ノックダウンシールド使ってきてるから、結構、相手の方が有利ではあるけど、いや、マジで、ナイストライです。いや、めっちゃいい。ありがとう。うるさ。ちょっと黙ってくれんか。味方を褒めてるつもりの、その、ノックダウンシールドあるんで、相手の方が有利っていうのいらないんだよね。自分で解説する。そう、分かってるんだけど、多分、俺のことを、しょうがないよみたいな感じで言いたいんだろうけど、戦闘中には言わないでほしいんだよね。なんか相手の方がノックダウンシールド使ってるから有利、イコール、多分負けるみたいなことになっちゃって、モチベ下がるから、ちょっと言わないでいいみたいな。ノックダウンシールドあったから、厳しかったっすねーって、終わった後に言うならいいけど、打ってる時に言わないでくれみたいな、そう、ノラをイメージしてやりました。それ。問い合わせしよう。135,484。ねえねえ、これ何の数字？突然 LINE どうしたの？これが何の数字だかわかりますか？あなたに費やしたこれまでの金額です。なんかパパ活女子に対して今までお前に使った金返せって言ってくるおじさんみたいな。これが何の数字かわかるかな？交通費、ご飯代、プレゼント代含めた全ての額です。もう会ってくれないと言うんだったら、この額をいついつまでにこの口座に振り込んでください。お願いしますね。時々ツイッターのおすすめで回ってくる。どんなのおすすめされてんだよ。たまたま回ってきた時に、なんだこのツイートって思ってクリックしちゃうから、あ、お前こういうツイートが好きなんだって思われて、多分おすすめでいっぱい出てきちゃうんだろうね。報告。新しいギルリーダーが生まれました。エルさんの頭ピンク。新しいギルリーダー。何それ、エルがいつもいつのこと考えてるってことですか？違う。考えてない。髪の色はピンクなのだけ。綺麗なお姉さんの同居することばっか考えてるじゃん。はぁ？別にそんなこと考えてないし、膝枕されながら顎撫でられたいだなんて考えてないんだから。どんだけエルの頭がピンクだと思ってるわけ？失礼しちゃう。全部何もかも。エーペックスはマッチングアプリ。あー、自分今324ダメージっす。すごい、自分まだ18ダメージ。あ、全然気にしなくていいっすよ。あ、アシストとかもらえてます？はい、アシスト3なので。あ、よかったよかった。あ、多分自分の後ろついてって、激論の敵とか撃ってもらえれば、もう結構ポイント稼げると思うんで。もう全然気にしなくていいですよ、マジで。優しい、ありがとうございます。味方がいっぱいキルしてくれてたんだろうな。ありがとう。危機感持った方がいいよ。やっぱりね。これだけは言わせてほしいけど、エーペックスを遊びでやってる人は、マジで危機感持った方がいいよ。今のうちに、なんかやだ！なんか受験生みたいなこと言われてる。まず、一つ言わせてもらうんですけど、一年生のうちは遊んどこうとか、部活だけやってようって思ってる人たちはね、本当に危機感持った方がいいよ。そこで差がつきます。早くても二年生の後半からかなとか、遅くても三年生の時には、でも部活もあるし三年生の夏休みから、もうどんどんね、書き伸ばしになって、みんなに置いてかれちゃって、授業の進路についていけなくて、志望校も狭めざるを得なくなって、どこにも行くとこなくなっちゃって、家族とも大喧嘩して、じゃあなんであの時塾行こうって言った時にお母さんの言う通りに塾行かなかったのって喧嘩になって、お父さんにも